こんにちは、デリッシュキッチンです。昆布チーズつくねを作ります。まずはネギ3分の1本をみじん切りにしましょう。パックのままの鶏ひき肉 200g にネギと塩昆布大さじ1と2分の1、酒大さじ1、片栗粉大さじ1、塩小さじ4分の1、胡椒少々を加えてよく混ぜます。種を8等分に分けましょう。ピザ用チーズ 20g を等分に包んで形を整えます。サラダ油大さじ2分の1をフライパンで熱し、つくねを並べ中火で焼きます。焼き色がついたら裏に返し、蓋をして4分ほど蒸し焼きにしましょう。お皿に盛り付け、卵黄を添えて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。